敵はそこを通るときに4回直角に曲がんなきゃいけない。あー、これはすごいね。俺たちいつかやるピロスケ騎射場。さあ、今日はですね、埼玉県は武蔵嵐山に来ております。ありがとうございます。はい、ここに何があるかというと、杉山城という城があるんですね。うん、あ、いや、素晴らしい城で、はい、土の城の最高傑作と呼ばれてるんですね。すげえ城でございます。最高傑作ですよ。そう、もうすごい城なんですけれども、そこまで規模は大きくないんだけれどもね、はい、で、その杉山城どこにあるかというと、今見えてるあの、わかるかな、あの森がバッサーって丘みたいになってるとこ、はいはい、あそこにあったと言うたら最高傑作って言うぐらいですから、もう巧みな防御施設がこういろいろ配置されてるわけですよ。構築されてると。そうそう、しかもそれは結構綺麗に残ってるらしいの、うん、まあ、それを見ながらね、まあ、いろいろやっちゃっていこうじゃねえかっていう話でございます。行きましょう。ウェイツ。さて、この杉山城なんですけど、どういった役目があったかというと、この一の川の対岸に街道が走ってて、うん、その街道と一の川が合流する地点にあったと。なるほどね。普通に街道を見張るためでもありますよね。敵にとってはですね、こういった側面に拠点があると、それを見逃すわけにはいかないわけですよ、うんうん、で、この杉山城っていうのはですね、3つの尾根が連なる、まあ、丘の上にあって、その尾根それぞれに車が広がってたと、うん、一応高さはですね 42m、 まあ高さはそこまででもなくて、規模もそこまで大きくはないんだけれども、とにかくもう技巧を凝らしたような城だったんだ。ぐちゃぐちゃしてると。そうそうそう、まあ、城壁の形で言ったら T 字を横にするような感じになってて、一の川方面は斜面がきつくて、まあ、こっちからは攻めにくいんですよ。登りにくいと。そうそう、だから3つの尾根のどれかから攻め上がんなきゃいけないんだけれども、今日僕らが行ったのは一番南の大手口方面から行ったっていう感じです。一応ね、戦国期の城なんだけれども、あの建てた人は不明なのよ、うん、ああ、まあその北条か山の内上杉家か、まあ、話ではですね、豊臣時代になってから建てられたんじゃねえかっていう話もあるから、ただ巧みなことは確からしいの、うん、築城の名人が作ったっていうのは確からしいのよ。まあ、その謎の城を俺らで謎を解こうじゃないかっていう企画でしょ。いや違うけど、それを見て楽しもうじゃないかっていう企画で。お前埋もれるぞ YouTube 業界から。埋もれるってなんで。ああ、じゃあ早速登っていきたいと思います。はい、行きましょう。今大手口のところから城に入っていくところになります。で、これが大手門なんだけれども、これすごい残ってんね。そうだね。ああ、すごいね。要はここに大手門があったの。そうそうそう、そうだから登ってくると、登っていいよ。はい、で、まあ兵が進んでくると、ここでまず一旦曲がってるから進軍が鈍くなる。で、プラスしてこのね、ここから横を狙われるってわけですよ。で、撃たれて倒れました。はい、うわーってなったらもう総崩れでこうなると。もうゴロゴロゴロっていく、ゴロゴロってなるか、堀の方にこう転がっていくかだよ。転がっていくかとか、わかる。はい、もちろんこっち側からも狙われるよ。うん、うわ、やば。これ分かります？これほら、これ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 、はい、むちゃくちゃ残ってる、うん、これだからね。ほらほらほら、でかさ分かる？うん、どうやって登んのっていう。しかも甲冑着てるわけですから、まあなかなか登れませんよ。今はさ、草とかあれが生えてるから多少足場があるから登れるけど、昔はね、ほんと土だけだから滑るのよ。せい、怖いや、こういうことだよ。そういうことだね。こういうことだよ、こういうことだよ。最悪。それは殺されるわ。こうやられる。バカバカバカ、お前。こうやられるわけで。いや、掴んでる。お前は助けるために掴んだんだよ。あれ、殴っていいの？いや、だからお前は支えようとしたのに。で、これが外グルアで、攻める側は、まあ、今みたいな堀がこっちにもあんの。この奥が二の丸なのよ。で、攻め手はですね、ここ直接二の丸を攻めるのはこれだから無理だと。だから迂回していくしかないんだけど、まあ向こうに行くかこっちに行くかなる、ね、で、こっちに行ったバージョンをちょっと見ると、ここをこうやって進んでいくと、さっきと同じ通りこっちから側面攻撃されるの。ここずっと行ってる間に、向こうからこう。だから容易じゃないと、ここ進むのも。で、この道を先に行くと、まあ今はね、行けるようにちょっとできてるけど、まあ要はここで切断されてるから前に進めないと、
うん、だから要はですね、その迷路の残念でしたパターンのやつ、こっちは。そう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 、こっち行けんのかなって言ったらめちゃくちゃ攻撃されるし、行ったら行ったで何もなかった、それ以上進めないっていうパターンのところ。さてですね、こっちに行くと馬出し車があるね。じゃあちょっと馬出し車の方行こうか。今ちゃんとねある程度整備されてるんで。なんか野原堀っぽいね。そうだね、ちょっとその尖ってるから。そう、尖ってるのが野原堀ってやつ、あの癖の野原っていうのがあるんだけど、ゴリゴリするやつ、それに似てるから野原堀って言うんだけども、まあ野原堀か実際どうだったのか分かんないけど、分かんないけど、うん、でもまあちょっとぽいっちゃぽい。そうそう、はい、ここが馬出し車ってやつですね。まあ、前哨拠点みたいな、小口の前にある。ここを進軍してきて溜まってると、こっちからこの南三の車なんだけれども攻撃が飛んでくるの、また側面攻撃。そう、バンバンやられる。そうそうそう、溜まってると死者数もどんどん増えていくっていうところだね。だからどうするかって言ったら、もう移動していくしかないんだよね。そう、だから必死になって移動していくしかないんだけれども、わかる、これ、まあバンバン死にましたと、はい、もうこれ突っ切るしかねえって言っても、はい一例っつってなんだよ。そうそう、ここはね、はい、でブス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 やられてどんどん死んでいくと。こうやって進みたくないね。で死体が溜まると、まあ進軍もこうなるわけじゃん。はい、鈍くなると、はい、そしたらまたボンボン死んでどんどん溜まっていくと。こうだ、向こうは広くその要は攻撃を展開できるから、要はその広い範囲から攻撃が集中できるの、一点集中、まあ十字砲火みたいな感じだね。でまあ副社長が走ってきますと、はいはい、でバーンって、はい、殺しました。はい、で道も細くなるし進軍も鈍くなると。でバン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 撃ちまくってって、これ坂になってるから、今後お前し不死身かよお前。まあ僕たちはここからですね、南三ノ郭に向かっていくことになるんだけれども、ここではもう一つ南三ノ郭の外側を行くルートをちょっと紹介したいと思います。まあ、ここを進んでいくとですね、やっぱりですね、その三の車からバシバシ攻撃が飛んでくると。しかもここにはですね、堀がカクカクカクってクランククランクになってるところがあった。これはまあ秒ぶ折れって言うんですけれども、これはですね、守り手側から側面攻撃がバシバシしやすい。もう横矢係な、横矢係ってやつ。もちろん攻撃は集中できるし、兵の移動も制限できると。まあ、お得な機能でございますよ。で杉山城っていうのは、この秒ぶ折れっていうのが至る所に結構あった。パン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 、うん、でここを越えて三の黒の入り口がもう一つあったんだけど、うん、まあ、そこは行きたくないということで、もっと先に進もうとですね、井戸車っていうのがあった、はいはい、で敵はそこに侵入するかもしれないんだけど、残念、それから先は行き止まりだ。最低だ、最低。しかも行き止まりだってショック受けてるとこ、井戸車の上の部分から攻撃がめっちゃ飛んでくると、うん、だから結局敵としては三の黒の小口に向かわなきゃいけない。他に行ってもただの地獄だから。なあ、そうだね、すかしというか、うん、じゃあ三ノ郭の方に行きましょう。いや、いいわ、いい音なんだ。これが南三ノ郭ね。お、これわかる、この上が二ノ郭なのよ。はいはい、要はあそこに門があったってこと。あ、食い違い小口ちゃんじゃん、ここ。そう、まあここに門があったんだけども、こうカクンカクンなってるじゃん。でここに壁とかがあって、その上にむちゃくちゃ弓兵とかいたわけですよ。はい、だからまあこう進んだら、まあ、バンバン食らうと、はい、で絶対に横向かなきゃいけないから、まあ、横矢係来ると、はい、でこう言ってもまあ壁があるからなかなか越えられませんと、はい、また狭いねここ、うん、ていうか坂やっぱ多いねここね。うまく利用してるよね坂を。坂もう地形とさ、うん、この小技をうまいこと組み合わせてやってるわこれ。まあちょっとわかるかな、この先が見えないのよ。それって心理的圧迫を加えるというか、向こうに何が待ち構えてるのかがわからないっていうね、恐ろしさがあるっていう。こうですよ、はい、出てきた恐ろしい。わかる、うん、大群で出てくるわけです。ぬって出てきた。わかんないよ、わかんないでしょ、うん、それがブワーってくるわけですよ。で、登ってきた、これが南二の車。ほんとあれだね、攻める側っていうか守る側はさ、見晴らしがいいように作ってるよね。そう、ね、やっぱりね、死角がないように作ってるらしい。へ、うん、だからもう敵はどう隠れても隠れきれないと、うんうん、で敵は見えないわけでしょ。あ、そう、敵はこっちが見えにくいところがバンバンあって、うん、でこっちは全体的に見渡せるようになってると。そうそうそう。で、まあ、一応、まあ、本車に行くにはここ行くしかないんだけど、まあ、ここ行けないと。で一応ね、繋がってるところがあったの。ね、今わかる、切れてるんだけど、あそこに橋があったわけですよ。
だから攻め手はですね、ここが登れないからそっちをぐるっとして迂回していくっていう感じ。敵はですね、まあ、第2のクルアから、まあ、進んでいくわけなんだけど、ここを進んでいくと、はいはいはい、もちろんここもその本クルアから攻撃が飛んでくると、横から、はいはい、やばいよ今撃たれ続けるわけよ。そうそうそう、まあ、とにかくね、もうほんと側面攻撃側面攻撃されまくっていくっていう感じ。うん、こうよ。さすがにここをね登るのは無理っていう話なわけ。あ、これはすごいね。ええー、うん、まあ、当時は壁みたいになったろうけど、うん、まあ柵的なものがあったっていう感じかな当時は。はい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 、ここね、はい、本グルバでございます。はい、来ました。一ノ川の方面から行けないんだけれども、まあ、言ったらその東と北と南からアプローチできるのよ、うん、で今僕たちがアプローチしたのは南からのルートで、でこれ分かるかな、東からのルートはこのようにそのクルワがまたこの段階的にポンポンって配置されてた、うん、まあ、クルワっていうのは、まあ、その防御拠点みたいなそんな感じなんですけれども、こっちからもまあ攻めにくいっちゃ攻めにくいと。さて、本グラウンドでやってきたんですけれども、今日僕らは南から攻略してるいました。でも北側のパターンもあるで、この北側はですね南側よりそんな高低差があるわけじゃないの、うん、だんだんになってないとそんな高いチャンスじゃん。そうそう、こっちはチャンスなんだけれども、一応ですね北側の第三クルワは結構広く作られてて、ここは兵を多く配置できるようにしてる。だから北側はどちらかというと城の防御機能で敵を撃退するんじゃなくて、その機能と兵力でもってこう撃退するっていう感じだった。なるほど、攻撃に特化してるんですか。そうそう、人前突撃をして撃退する目的だったんじゃねえかって言われてる。ただもしその北の三クルワ攻略されたとします、うん、これはピンチですね。流れ込むぜ。ああ、ただここでね地獄が待ってる。この北の三クルワから北の二クルワに行くにはですね、一つのルートがあったんだけど、そのルートはですねこのクルワの外側を迂回するようについてた、うん、で敵はそこを通るときに4回直角に曲がんなきゃいけない。言ったらですね全身は鈍くなるし、側面攻撃側面攻撃側面攻撃されるしね、うん、もう地獄地獄地獄よ。でそこをなんとか越えてもこの本グルワにはまた小口が待ってると。もうたまんねえなマジで。本当にやってくれるわみたいな。規模がそこまで大きくないんで、まあもちろん力攻めに力攻めしたらもう落とせないことはないよ、うん、ただ殺されてる技っていうのはもうお手本になるようなものが多いと。この杉山城はなんか芸術みたいだよねこういうのね。いやほんと教科書みたいな城よ、うん、なんかこういう要塞っていうのさ、あの日本刀と一緒でさちょっと芸術味があるよね。いやだから築城するやつもそういった感覚は持ってると思う、うん、要は自分の持ってる技を見せつけたいみたいな。そう機能美だよね一種のね。いや、うん、しんどかったな。しんどいやっぱりそこまで高い城ではないんだけれども、うん、やっぱりその運動してねえから、うん、はーはーですよ。いやでもね見どころ満載よ。そうここね、うん、めっちゃおすすめ、うん、ほんともう城好きの人だったらもうよだれ垂らしちゃうぐらいそうそう。ということで面白かったらチャンネル登録高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますのでフォローよろしくお願いします。